シリコンモールドを使ってメリーゴーランドのネイルを作っていきます。まずはシリコンモールドはホコリや汚れがつきやすいので、コットンにエタノールを染み込ませてしっかりときれいに拭いていってから使っていきます。特にこのへこんでるモチーフの中のところはしっかりと拭いていきましょう。まずは白のジェルを使ってこのペガサスの中を塗っていきます。でなるべく気泡が入らないように細いアート筆に取ってもらって、しっかりとそこに筆圧をキュッ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 とかけて塗っていきます。この後一度硬化して二度塗りをしてまた硬化して、クリアのジェルでへこみを埋めていく形で作っていくんですけれども、一度で白のジェルを満タンに入れてしまって固めてしまうと中が光が通らずに生焼けの状態になってしまいます。なので一手間ではあるんですけれども、一度塗り二度塗りとしっかりと硬化して作っていきましょう。そしたら裏から確認してしっかりと気泡が入っていないことを確認したら硬化していきます。もし気泡が入っているところがあれば爪楊枝だったりこのまま筆で潰していってください。しっかりと LED ランプで30秒硬化させたら2度塗りをしていきます。で今みたいにちょっとはみ出てしまったところあったらウッドスティックできちんと取ってからライトに入れて硬化していきます。で一度硬化させたらまた今度はちょっとねへこみの部分があるのでノンワイプトップを塗って硬化させてパーツを完成させていきます。しっかりと LED ランプで30秒硬化させていきます。そうするとこういう風にシリコンモールドからポロッと外してパーツが完成になります。でメリーゴーランドネイルの場合はこちらのパーツをあと2つ作って合計で3つ作っていきます。パーツを3つ作り終わったら今度はネイルチップの先端を鋭利に尖らせていきます。ちょっとね三角形をイメージしてかなりね尖らせた形にしてファイルで削っていきます。普通のファイルで削った後にスポンジファイルをかけてちょっとしたバリやデコボコをさらにきれいに取っていきます。それでは次はアート用のジェルで真ん中にラインを引いていきます。まずポニーの置く位置を一度確認して、それから真ん中にラインを引っ張っていきます。細いラインを引くときはアート筆の先端にジェルを少量取るようにしてこまめにジェルを継ぎ足しながらなるべく素早く横にね触れたりしないようにサッサッサッと引っ張っていきます。一度ラインを引き終わったら硬化してもらって微重用のジェルを使ってここにポニーを留めていきます。パーツを留めるときはちょっと横から見たときにモリッとなるように少し多めにジェルをつけていってもらってその上にパーツを置いていきます。で一度軽く置いたらピンセットで上からキュッと押さえてもらうと固定されるのでしっかりと位置を固定してからライトに入れて硬化していきます。この時に少しはみ出たところがあったら先に拭ってから硬化していきます。微重ジェルも硬化していったら今度は両サイドにラインを引っ張っていきます。でこちらも両サイドともラインを引っ張り終わったら LED ランプに入れて30秒しっかり硬化をしていきましょう。ラインを引いて硬化していったらまた同じように微重ジェルをつけていきます。で中心のポニーよりちょっと高めの位置に斜めにつけてもらうとメリーゴーランドのこの丸いイメージが作れます。爪の大きさ的に3体入らない場合は真ん中に1体両サイドに半分ずつで作っていきましょう。
そしたら今度はテントの部分を作っていきます。まずはカラージェルとジェルと混ぜて 3D を作る時用の 3D パウダーを混ぜていきます。まずは少量パレットにジェルを出していって、ここに 3D パウダーをスパチュラで混ぜていきます。いつもよりも柔らかい硬さで混ぜていきます。いつもなら 3D を作る場合だと表面がツヤがないぐらいかなりしっかり混ぜていくんですけれども、今回はもう全然ちょっとね、いつものジェルよりも硬いなっていうぐらいの量、高さは出せるけど全然ツヤっとドロッとしている状態ぐらいの硬さにパウダーを入れて混ぜていきます。そしたら今度は、アート用の筆の先端にかなりモリッと丸く取ってもらいます。でテントの一番下の部分ですねにしっかりとジェルを一度置き切ってしまうような感じでポタッと丸く置いていきます。でしっかりと置いていったら筆を上に少しずつスライドさせていって涙型のような形に伸ばしていきます。厚みも下にあって上に向かってなくなるように作っていきます。こちらは一本一本引くごとに硬化していきます。一度白を真ん中に引いて硬化したら、今度両サイドに今度はピンクを置いて硬化します。この時もピンクは一本一本で硬化していきましょう。白、ピンク、白、ピンクという感じで交互に引っ張っていきます。同じ要領で夏の貝殻ネイルとかもできますね。そしたらもうそろそろ後半戦です。ピンクのラメを使ってラインを引いていきます。これはメリーゴーランドの台のところをイメージしています。ラメが引き終わったら硬化していきます。次はビジュージェルを使って今度はブリオンをつけていきたいと思います。まずはこのテントの真上のところ、てっぺんのところにつけて、あとこのモコモコの一つ一つにもビジュージェルを小さくつけていきます。ビジュージェルは大きな V カットストーン以外もこういうブリオンなども綺麗につくので、しっかりと動かずにつきます。なのでね、とてもビジュージェルは便利なので、私もよくサロンワークで使っている商品になります。硬化していきましょう。そしたらトップジェルを塗っていきます。まずはしっかりとくぼみのところ、筆先をこの角のところしっかり入れるようにして、このデコボコと爪のところですね、この段差のところにジェルがたまらないようにちょっと筆圧強めで塗っていきます。トップジェルを塗り終わったら一度しっかりと完全硬化させます。そしたら最後にツヤ出し用のノンワイプトップで全てをしっかりとコーティングしていきましょう。ライトに入れて硬化させたら完成になります。見てくれた皆さんありがとうございました。